そうですね、まずはこういったたくさんの人が見てくれている舞台で試合ができることがすごく嬉しいです。まあちょっとピーチクパーチクうるせえ奴らがいっぱいいるんですけど、俺がやることは試合で彼をぶちのめすだけなんで、しっかり試合を見ててくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いてひろや選手お願いします。こんにちは、ひろやです。まあ、自分は3日前に、ディープ沖縄大会で試合してきて、まあ、そこでファンの方たちに、ちょっと怪我ないのかとか結構いろいろ心配、メッセージもらってるんですけど、僕は全然元気なんで、明日、120% の、まあ、自分の実力が、まあ、出せる状態なので、まあ、そこに関しては全然心配はいらないっていうのと、まあ、明日17試合目で、まあ自分がそのディープの試合決まる前から、ここのオーディションで、まあ、彼と試合決まって、まあ、すごい自分はこのブレイキングダウンに出させてもらうことに対してワクワクしているというか、まあ、格闘技じゃないと僕は思ってるんで、このブレイキングダウンに対して、まあ、自分が格闘技を、まあ、始める前であった、まあ、荒れ狂ってた、まあ、頃というか、まあ、周りも傷つけたり人に迷惑かけたり、まあ、そういう誰も手が、まあ、つけられない状態だった、まあ、自分にその1分間は戻ってもいいのかなっていう、まあ、そういう、狂気的な試合をするんで楽しみにしててください。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。うわっと、ここです。